分接方指能をつける毛カビめのカビである。針刺しカビもどきは空中雑菌としても出現するカビで世界に広く分布し珍しいものではない。基本的な形態は毛カビとよく似ており特殊化した部分は少ない。しかし、胞子脳が分節胞子脳という特殊化したものであることが目を引く。その点では他に ケカビ目には似たものがなく、かつては、その点で共通する、ハリサシカビ科や、キックセラ目と関連づけて論じられた。以下、最も古くから知られる普通種である、エスレイサモサムについて説明する。菌糸体は多角体の菌糸からなる。菌糸は太くて核壁がなく、様々に枝分かれする。培地上では、寒天内を伸びるが、空中にも、多少出てくる。おおよそケカビと似ている。 成長も同じくらい早い。ごく普通の場値でよく成長する。無性生殖は非常に頻繁。コロニーの表面に多数の胞子のうがらを出す。胞子のうがらは太く仮軸状、あるいは不規則に分子する。先端が丸く膨らんでいただき脳となる。その後その表面に丸い膨らみが多数生じ、それらは伸長して頂きのう表面に、 多数の円柱を並べた形になる。この円柱が、胞子の腕、その後にその内部が区画され、細長い袋に丸い胞子が一列に並んだようになり、それから袋の膜が胞子一つずつに切り離されるようにしてバラバラになる。この状態では、頂きの表面一面に、胞子の鎖が並んだ状態になる。このように、胞子のうが不に分かれるように胞子を放出するので、 これを分節法指納という。有性生,生殖は、配偶指能接合による。自家不和合性であるので、単独では形成されず、公的な株同士が接触した時のみに見られる。両者の菌糸が接近し、両側から配偶指能が形成されると、それが接触して、その中間に接合指能が作られる。接合指能は成熟すると表面に凹凸のある濃い褐色になり、 中に接合胞子ができる。これらの様子は毛カビによく似ている。様々な有機物や糞などに見られる。空中雑菌として出現することもあり、自然界に広く見られるものである。頂のうの表面に胞子の鎖が並ぶ姿は、麹カビと同じである。ただし、麹カビの胞子は、質がによって生じるから、胞子の鎖は、次第に長くなる。他方、 針刺しカビもどきのものはまず棒ができて、それが分節するので、胞子の数は変わらない。したがって、いくつかの胞子形成部の様子を比べればわかる。培養すれば、菌子の様子は随分異なるのでもっとはっきりする。しかし、例えば糞の上に出てきたものをちょいと見た場合には、判断に困る場合もある。結果微類には似たものはない。同じく分節胞子脳を形成する。 枝カビ科の菌は太い菌糸を持たず寄生性である。名前の由来は枝カビ科の針刺しカビから。様々な形態から毛カビ目に含めることには異論が出ないが無性生殖器官の独自性のため独立したトガにすることが多い。これ以外の分節法方針を持つカビは全て別の目に移された。かつて枝カビ科やリマルガリス木などが毛カビ目にところ属させられていた時代。 そのような分節法針能を持つ金群の進化を考える場合、それを持ちながら栄養体などの構造において、ケカビと類似性の高いこの種がそれらに進む、道の原点にある種として注目された。しかし、現在ではそれらは別の系統であるとの判断で、ケカビ目から外されているため、ケカビ目で分節方針を持つのはこれだけである。このため、 針刺しカビもどきかとしてこの族のみを独立に扱うことが多かった。あとの分子系統の情報からもこの族の独立性は指示され、ホフマンへ通るでもこの扱いを継承している。これに禁煙なものとしてプロトマエコクラダスが挙げられており、これらが同一のクレードに入るとの結果を示しているが、この族をどう扱うかについては保留している。エスレイサモサムが 最も普通種として世界に広く分布している。広く分布する種で変異も多いので多くの別種が記載されているが、ほとんどはシノニムとして処理された。他に寄生性の種が記載されているが、ハリサシカビ属のものの5人と思われている。それ以降もエスモノスポラスという単胞種の種が記載されている。が、ベニーは多分本属には一種のみだろうとしている。ベンジャミン。 329から330、椿、宇田川、P328 ベニー。ありがとうございます。